はい、こんにちは、マジですね、一筋。あ、すいません、全然でも、こういうトラブル使った方がいいですよ。まあ、確かに確かに。はい、こんにちは、横浜純正一筋、進藤くんと。はい、どうも、ペイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コラボお願いします。お願いします。俺得でしかない。ありがとうございます。いやいやいや、そんなことない。いやいや。多分、同じ日にペッチャンネルさんの方でも、コラボ動画が上がってると思いますんで、そちらもぜひ、刮目してください。で、僕の方の動画ではですね、ガチ純正対決をしていきたいなというふうに思っております。じゃあ早速純正対決といったところで、ペッチャンネルさんの方の、まずライオンズ純正のね、オーダーの方を見ていきたいと思います。はい、それではですね、まず野手の方から見ていくんですけど、ペッチャンさん的にどうなんですかね？なんかこだわりってあるんですか？こだわり、まあ、やっぱりライオンズ、まあ、球団事情かもしれないんですけど、もう最新シリーズの選手で、強い選手がもういないんですよ、リアタイ的に。ああ、はい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 。もう、すぐどっか行っちゃうので。つらで、強いシリーズの時のものを取っておいて、そう、リアタイ用にスピリッツ解放しとくっていうのがもう本当に、あと TS とか、もう取り逃さない。まあ、それ大事っすよね。ショートが松井監督なんだ。へえ。この松井監督は、1セレで当たったんで、今日使ってみたをやってみようかなっていうことで。あ、はい、そういうことですね。初使用っす。本邦初公開、松井画像使ってみた。ペッチャンの筆下ろしいただきました。中地、石毛、松井画像。いや、セーブだと松井画像が入らないっていう。えぐいえぐい。あのステータスで入らんのはえぐい、純正で。まあ、それもあって、ちょっと使ってみたかったんで、ちょっと今回は、まあ、時期も時期だし、松井画像使おうかなと。わかりました。ピッチャーが、で、この平さんがまた強いですもんね、今のやつ。これやばいっすね。これはちょっと打てん。いや、12球団的にも一番強いっす、多分。いや、グリフィンの球速い版みたいな感じですもんね。あ、そうそうそう。まあ、右左逆だけど。ないけど、その代わりシンスパーリオみたいな。あー、これは強い。じゃあ、そろそろガチ対決の方に行きましょう。そうですね、お願いします。平来たうちのエースです。いや、平さんはマジで強い。ギリギリスキー完璧だ。さあ、極み魂対決。1番サード、おかわり！あいただきました。やべやべやべ。急所みたいな。しっかりスピカイをしてる。当たり前ですよ。はい、速いな、球。160キロなんだ。そうなんですよ。これがまた強い。はい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 。なるほどね。球種覚えやすいですね。いやめっちゃ覚えやすいです。いやー、誰が7位来るか。いやー、なるほど。それストライクからボールに行きたかったな。これさては制球悪いですか。のクソのおこんすよ。よし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 。さあ、和夫さん頼む。よし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 。あ、そっか。松井和夫の筆下ろし。うわエロ、うわ強引。さあ行ってこい、カブちゃん。うわやばやばすぎるぞこれは。いけ、見せろ。アルドン、アルドン、アルドン。いや、それよ、それをストライクからボール投げてほしいんだよな。金田のセーブライオンズになってしまう、まずい。それはまずい。よし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 。そう、それでは行くよ、スイッチ版 TH。高めに！よっしゃ、行こう！ありがとうございます。さあ、高取さんのちょっとやらしいところを見せていきたい。さあ、これ。打てるのか、いや、よし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 。圧倒的ミート打ちのしやすさ。本当は今の、ボール球でもアングレーの打球は出るんですよ、高取さん。これ行く。田村か 65?一般人です、田村も。平良の前では一般人。これ怖え。どう打とう。行ってこい、平良。よし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 。ゲッツあるよ。いやー、一般人。うわ、やばい。平良さん、マジで強い、これ。ここどうだ。いやー、打っちゃった。いやー、あっこから真っすぐ入ってくると思うと、やっぱ振っちゃうっすよね。
この球速で。そうなんですよ、まっすぐ意識あるとどうしても追い込まれると手出ちゃうんですよね。よし、いや超えない、うわーこれやばい、これやばいぞ、世紀の動物試合を見せてよし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 、うら取って、よし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 、塩ってるガッツリカットやん、取って、よし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 、いやパワーヒーはあそこだよなって1アンダやっぱめっちゃ削る、これはまずい、あーボールか、ボールか、梶谷さん、こういうのあるか、超えろ超えろ梶、よし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 、梶か伸びるなさあ、マスさん、タイピンもあるのか、タイピンあるんですよね、俺の名前は村田修一、この試合を終わらせに来た、これもさよならの場面限定なんですよ、いろいろ持ってる、いやー入るか、よし、あーボールか、ボールかー、よし、これはでかい、すごい、メンタも先行いてます、さあパワー比広角出ない、厳しい、よし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 、いやここは男の強心でしょ、最新巻きさんですね、最新巻きさん、パワーヒー、おぉ死法、いや、ちょっとしょっぱいな、でも。もう一試合します。もう一試合いきますか。エスパー、まあ、今のはウォーミングアップっすね。さあ、アニバウアーか。アニバウアー、でも、通常バウアーの方が強い説あるんですよね、今。伸びの強化によって。あ、そっか。で、ペッチャーさん、ライオンズ重戦何位っすか?90位とかそこら辺っすよ、確かに。おぉ、今年じゃプロっすね。1番 DH 高めさあ、みつおさん、阿部比が出なかったからちょっと赤飯炊きますね、どういうことどういうことなんそれは、いつも活目せよってあるじゃないですか、赤のりのホームランだけおばあちゃんが出てきて、お赤飯炊いたのかっていう、お赤飯炊いたのか、それ高のりさん限定演出なんですね、あれ、そう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 なんだ、うわ、メントも先行でいきます。うわ、見てくれるんで。じゃあ、一番うざい配球しますね。激しぶ落ちる、いやよし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 。そこ嫌い。あ、言っちゃった。いや、こっち強いんですよ、ここ。よし、あー、えよし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 。適正 A の意味確かに、いやっすよね、ストライクボールの感じ、ね、超える超える、よし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 、マジか、これ超えんだ、キャラゲーです、さあ、いや強ローズ、5番にローズ、ローズがね、マジで強いんですよね、絶対高難度じゃないこれ、俺も使ってましたローズ、よいしょ、超える、抜けるんだよな、これがちょうどいいところなんだ3つもダメだ、三つおさんダメだな、いやでも行ってこい、だーい、水上吉良め、何持ってんだこれ、タイピン20のグランドボーラー、新しい、強いっすよ、バッティシュ、ええ分からん、ほう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 、いや、筒香がもう赤ちゃんになっちゃった、水上さんはね、強いんで、いやこれ、ちょっと覚えれない、ここどうや、いやこれは引っ掛けちゃう、うわー、これ何今の、今の何なんだ今の、最近20、おお見てくる、いや手が出んかっただけうわーえぐい、いやこれ強いぞ、水上さんマジ強いですよ、最近です、いや高速スラーか、うわー危ねえ。いやー、あるか。ここや。よしよしよし。活目せよ、ようやく。さあ、どうなるのか、活目せよ。いやー、よし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 。やばかったか。偉いぞ、偉いぞ。いやー、出ねえ、レシピが。うわ、えぐ。エッチ。いやー。よしよしよし。いや、強いな、マキさん。超高出ると。熱気ついたらやばいっすよね、これ。確かに
エキサイティング登場するっすもんね。よしよいしょー、ナイス。いやー、さすが広角打法。まあまあ、ピンチ背負ってから。さあ、ブーさん、バトルペース。さあ、手札したいけど。いやー、打たないと、これは。スライダー。エスパー。エスパー、うわーくそさあ、バンバン打てるか。久し、意外と最近当たんないっすよね、なんか。いやー、ちょっとね、もう、正直きついっす、バウは。もうみんな慣れてきちゃってるみたい。横浜純正一筋の配球はまたちょっと、別なんだぜってところ。確かに。いやー、それ入るんだ。バウはガチ配球ですか？ガチ配球。バウは、配球動画見ましたよ。もう、あれはもうリニューアルしてるんですよ、実は。あれは古いんすよ。一発目のやつ。一発目のやつ。はい、ナイスピッチ。コントロールよ。ボールだと思ったんだけどな。松井和夫の筆下ろし。一発目、エッジヒットでしたからね。強引な HH ヒットだった。強引 HH ヒットでした。よいしょたま見えねえな。いや、これ怖いなあ。危ねえ。危ねえ。あって言っちゃったもん。嫉妬だ、嫉妬の時言っちゃいますよね、どうしよう。声出ちゃう。よし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 そう、いきます、1番 DH。ガブリ！ギャレットー！これ強いんだよな。よし、アビヒ。これは絶対打つ。正直、今の打ってもヒットできるっすよ。タカノリだったら。えぐっ！チートじゃん。あ？ほざいてしまった。でも、あんぐらい外れても本当に体幹をヒットできるかな。やっぱ、アビヒ、ライドラアビヒって強いんだ。ライドラアビヒはマジで強いっすね。ポンチ、あ、そっかそっか。いやー、ごめんなさい。さあ、超豪速球切れ。いや、超豪速球か。キビビ。刮目せよ。よいしょー。うわー。危ねー。今の刮目せよ入れとこ。あれ、後入れなんすね。刮目せよ。後入れっすよ、あれは。あ、そうなんだ。じゃ、信頼度 95% なんすよ。100% ではない。あかん、振っちゃった。やめて、やめて。危ねー。よし、やー、月内か。さあ、ローズ。いや、ローズマジで強い。99、96。うわ、くっ、下手くそー。下手くそー。いやー、マジやさき。いやー、めっちゃ削られる。4600が強い。ほら、締め。やっぱ実は横浜は投手王国なんだぜってところちょっと見したい。意外と強いっすよね、さっきのことは思いたけど。ボール。今のところ強い。よし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 。ウェンデル剣。ウェンデル剣もこれめっちゃ強いんすよ。マッスラツーシームでしたっけ？そうそう。ツーシームいいか。タイラみたいな。ああ、そうっすね。タイプは似てるかな。あの球速くないけど。うわぁ、高速進化あるんだ。正規はそこまで高くないですね。66。そこまでかな。うわ、やばい。よし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 。一番出したかったピッチャー。これはライオンズファンもにっこりなはず。確かに。クリスキー。いや、これはマジで強いんですよ。プリット。あれか。知ってるぞ、これ。おぉ、知ってても、多分普通のスプリットの変化5よりも大きいんですよね、これ。そういうことっすか。うわー、行かれた。くっそ。クリスキー行かれたかー。クリスキー危なっ。で、GG、愛の波動砲。いや、あんまおらんすね。初見殺しになりそう。そう、めっちゃ初見殺しになる。球速いっすよ。ちょ、おー、スライダー、意外と曲がる。いやー、やばい。いやー、ライドラ。これはライドラ。めちゃくちゃライドラ。最後はやっぱりこの男でしょ。デーマジン。
よし、こうかけてたぞ。意外と大魔神も久しぶりの対戦ですからね。そう、意外と嫌なんですよね、久しぶりに当たると。いやー、このストレートが嫌なんだよな。いやそんなとこ使うんだ。よっしゃー。すげすぎたー。シホー、ありがとうございました。ありがとうございました。ペッチャンネルさん、コラボありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ペッチャンネルさんの方で初めてね、鈴木貴則筆下ろししてみた。またそちらの方の動画もぜひ刮目してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは